アイルマッキメガバイトマイナス339ペルー空軍のメガバイトマイナス 339AP フレッチェトリコローリアイルマッキメガバイトマイナス339はイタリアのアレーニアアイルマッキ社が開発した高等練習機及び軽攻撃機アイルマッキメガバイトマイナス326の後継機としてイタリア空軍のほか、各国が採用した メガバイトマイナス339は、メガバイトマイナス326の後期型より、機体構成の多くが受け継がれ、アビオニクス及び、全部胴体を除き変更点は少ない。全部胴体については、練習生であるパイロットの頭上から可視性を得るため、インストラクターの座席位置を高く配置し直されている。これによる、方向安定性の低下を補うため、 垂直尾翼の大型化とベントラルフィンの追加も行われた。メガバイトマイナス326と同様、主翼下6箇所のハードポイントに武装を搭載することが可能である。初飛行は1976年8月12日に行っており、イタリア空軍への引き渡しは1979年により開始された。メガバイトマイナス326と同様に、 コックピットを短冊化し、固定機関砲を搭載した、攻撃機型メガバイトマイナス339、ケーベルトロー2も開発されたが、諸外国の関心を得られず試作のみに終わっている。ロッキード社と提携し、ティーバード2として、アメリカ軍の統合基本航空機訓練システム計画選定にも売り込んだが、ティマイナス的に敗北している。輸出セールスでは、 メガバイトマイナス326ほどの成功を収められなかったものの、1990年代には、コクピットを近代化した改良型も開発され、2000年以降も、依然として生産が続けられた。生産機数は200機を超え、その半分は、イタリア空軍へ納入されている。メガバイトマイナス三十九ケーベルトローメガバイトマイナス三十九 CD 出展ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エア・クラフト1980から81諸言性のお武装ありがとうございます